はい、え、こんにちは、ポロです。今日はですね、ポッドキャストのサブスクリプションについてお話していきます。ちょっと前ですね、まあ去年だったかな、ぐらいから、ポッドキャストね、アンカーとアップルではこのサブスクリプションサービスが始まって、まあ、ポッドキャストをね、マネタイズできるようになったんですけど、もちろんこのポッドキャストね、えー、アンカーの、まあスポティファイですけど、実際は。スポティファイで、 こう、サブスクをするには、ある程度やっぱ条件はあるんですけど、その条件をクリアしたら、マネタイズができるようになるんですね。で、やっぱりその、特にまだね、広告っていうものがあまり解放されてないので、一般向けにね。なので、ポッドキャストで直接マネタイズしようと思うと、まあ、このサブスクっていうのがね、一番やりやすいわけですけど、普通にやっていてもまず売れないんですね。だって、無料で普段聞けるわけだから、それもわざわざね、 お金払って聞こうっていう人は、まあ少ないと思うんですよ。で、これどうやってね、こうサブスクで、まあマネタイズしていくのか、みたいなね、話をしていくわけですけど、一番重要なポイントはですね、この人の話ならお金払ってでも聞きたいと思ってもらえるってことが重要なわけですね。で、普段あんまり大した話してないのに、私のサブスクどうですかって言っても、まあ当たり前ですけど誰も買わないわけですよ。だけど普段からすごい有益な話をしていて、ね、この人の話めちゃくちゃ役に立つたみたいな。 こんなの無料で聞いちゃっていいのかなとかって思ってるような人たちが多ければですね、サブスクやってますよみたいな感じで言うと、ね、買ってくれたりとかってあるわけですね。で、僕も、まあ、このサブチャンネルの方は、ポッドビン使ってるんでね、まあ、まだそのサブスクとかってやってないんですけど、メインチャンネルの方に関してはもうすでにね、そのアンカーで、もうサブスクが開放されてるんで、アンカーと、まあ、アップルですね、Spotify とアップルではサブスクっていうのをやっていて。で、最初はですね、 あの、僕がオーディブルで出してるコンテンツ、まあ3時間とか5時間とかね、あるんですけど、まあそれがこう安く聞けますよみたいなね。まあそんな受け売りでやってたんですけど、それでもやっぱりあんまり売れないんで、ちょっとね、方向性を変えて、ちょっとシークレットコンテンツをね、出していくみたいな。こう長いやつをね、ボーンとアップするんじゃなくて、まあ短いけどもね、ね、えー、表であんま出してないような話をしていくとかね。 そういった風に方向性を変えていこうかなと。でも、金額もより下げてですね、今までは9.99ドルっていう形でやってたんですけど、まあ、それを3.2.99かな。まあ、3ドルぐらい、300円ぐらいに落としてやろうかなと。300円だったらね、1日10円で聞けるんで。だったらそんなにこうリスナーな人たちも、ね、負担大きくないんで、まあ、そういう風にね、変えていこうかなと思って、えー、今ね、作業してるところですけど、まあ、詳しくはあの、概要欄にね、リンクを貼っておくので、まあ、それをね、見てもらえれば、 どんな形のサブスクなのか。まあ、登録してもらったらね、その、普通のパブリックの人たちは聞けない。一般のユーザーは聞けないような、まあ、鍵付きのコンテンツですね。まあ、それが聞けるようになると。まあ、基本的にはそういう、ちょっとね、えー、普段10分とかですけど、30分くらいのエピソードを収録して、それをね、配信するとかにしようかなと。あとは、まあ、僕の有料コンテンツも適宜、ね、使えそうなものがあれば、配信していこうかなと。お金払わないと聞けないようなものが、300円で聞けますよっていうふうになったらね。 結構お得だと思うんで、まあそういったものを配信していこうかなというふうに思うわけですけど、で、このサブスクのコンテンツ何をね、どういうふうに配信していけばいいのかってことは、いろいろやり方はあると思うんですけど、例えばさっきも言ったみたいにですね、その普段のエピソードよりもよりこうボリュームを増やすっていうのは一個、まあ作戦としてね、作戦というか考え方としてあるわけですね。普段10分のコンテンツしか配信してないんだったら30分とかね、1時間のものを配信する。もちろんサブスクっていうのは月に1回じゃないんで、 そのサブスクのコンテンツ、例えば30分のコンテンツを月に3回配信するとかね。まあ3回じゃなくても1回でもいいと思うんですけど、内容が濃ければ。で、そういうのを配信したりとか、でもいいわけですよ。そういう、まあ、こう、ちょっと長めのエピソードを配信するとか、あとはあんまり表に出してないような、まあ、極秘情報ですね。最新ニュースとか、まあそういった話をするとかね。っていうところにやっぱこのプレミア感というか、普段聞けないような情報が、その有料コンテンツだったら聞けるみたいなところにプレミア感が出たりとか、 あともう一個おすすめなのがですね、まあこう、オーディオセミナーみたいな感じにするってことですね。その有料コンテンツを聞いていくと、それが一つの、まあ音声セミナーみたいな感じになって、まあ、聞けるという形ですね。このポッドキャストのエピソードって基本的に一個一個はこう、独立してると思うんですよ。で、独立してるんで、この話がね、断片的になって、結局よくわかんないみたいな感じになるわけですけど、その、まあ、オーディオセミナーですね。 音声セミナーみたいなものっていうのはちゃんとこう体系化されてるので、ちゃんとそれだけを聞いていけばね、一つの、まあ、そのテーマについてよくね、えー、学びを深めることができるというような形になっていくということですね。なので、そういう、まあ、ちょっとオーディオセミナー形式みたいな感じにしてやっていくのもいいんじゃないかなと思います。まあ、このサブスクですね、えー、現状は Spotify と Apple だけですけど、 ひょっとしたら今後ね、それ以外の、まあ、プラットフォームでも解放されるかもしれないので。なので、しっかりと準備しておくとね、いいかなと。広告が貼れるようになるメドがね、まだわからないので。ってなると、なかなかマネタイズができないっていうふうにね、なってしまう。となかなかモチベーションが続かなかったりっていうんであれば、このサブスクをね、いかにこうマネタイズするのか。1件でも2件でもいいから、マネタイズをするというような形ですね。で、当然その、ポッドキャストだけじゃなくて、 それ以外の媒体でも宣伝していくといいと思うんですね。別の SNS のフォロワーもいっぱいいるだろうし、メールマガの読者もいるだろうしね。そういう人たちにも宣伝告知すれば、その人たちが聞いてくれるかもしれない。ひょっとしたら。普段ポッドキャストは聞かないけど、自分の発信は聞いてるから、まあ300円ぐらいでね、なんかいい話聞けるんだったらちょっと聞いてみようかなとかって思ったりするわけですね。でサブスクのいいところはですね、やっぱこの継続課金になるっていうのはも,もちろんそうなんですけど、例えば1ヶ月に1人ね、 こう、その、購読者が入ってくるとしますよね。じゃあ、300円にしましょうか。で、1ヶ月に1人ずつ購読者が増えていくとどうなるかっていうと、1ヶ月目は300円ですね。で、2ヶ月目は600円。その、1ヶ月目の人の継続分と、新規の人の分、600円ですね。3ヶ月目900円みたいな。4ヶ月目1200円みたいな。 感じで、どん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 こう積み上がっていくんですね。この売り上げっていうのは。もちろん離脱も発生するんで、こんな綺麗にはならないとは思うんですけど、でも基本的にね、離脱が発生しなければ、そんな感じでやればやるほど積み上がっていくと。だから300円だったら、1ヶ月1人の、ま、購読者が増えると計算した場合、まあ、1年後には3600円になってるみたいなね。その毎月の、ま、自動収入ですね。 まあこれも不労所得なんで。なので、それが3600円ね。1年後にはなっていてみたいな。もしこれがかける2だったら、1年後には、ね、7200円の不労所得。何もしなくてもお金が入ってくるっていう状態が作れると。その金額を多いと見るか少ないと見るかですけど、この、特にですね、何か大きな収入を得たい場合に一つ考えないといけないのが、いかにキャッシュポイントを増やすかってことなんです。 一個一個のキャッシュポイントは小さくても、それらを全部ガシャンと組み合わせるとね、結構な金額になったりするっていうのが、ね、一つのこう、セオリーとしてあるので。だからこう、まあ、えー、経済自由人とかね、まあその豊かな人とかっていうのは、いっぱいキャッシュポイント持ってるわけですよ。しかも、不労所得のキャッシュポイントですね。をいっぱい持ってるから、それを合算すると、結構な大金になる。ということです。だからこのサブスクっていうのも、これだけで大きくマネタイズする、 ためのものではなくて、そのキャッシュポイントの中の一つみたいな感じで考えるわけですよ。例えば他にも Kindle ね売っ、売ってたりとか、Odible 売ってたりとかね、Udemy 売ってたりとか。まあそんな感じでいろんなところにフロントとかキャッシュポイントがあるわけですけど、その中の一つみたいな感じです。で、まあベタザンナシングじゃないですけど、ないよりはあった方がいいじゃないですか。仮にそれが300円であっても、0円よりは300円の方がね、当然いいわけです。何もしなくても300円、ね、入ってくるみたいな感じになるんだった。 なので、まあそういう考え方ですね。やっていくと、まあ1年っていうスパンだと大したことないかもしれないけど、まあマラソンですから、ポッドキャストはね。まあビジネスもマラソンですけど。5年、10年っていうスパンで考えると、まあとてつもない金額になってたりとかね。したりする可能性もあるんで。まあそういったところにね、えー、まあ希望を託すじゃないですけど、そんな感じでやっていくとね、えー、多少なりともお金が入ってくるし、まあそれがフロー取得になってくるので。しかもそのポッドキャストっていうのはね、過去のエピソードとかも聞いてくれますから。 だから一回収録したものがね、一回コッキーで終わりになるわけじゃない。流れていくわけじゃないですね。SNS と違って、SNS は投稿の寿命が短いんで、流れていっちゃいますけど、ポッドキャストは過去の、ね、収録したものもずっと残り続けるんで、ってなると、ねえー、自分が収録した時の時間とか労力ってのは決して無駄にはならないわけですね。なので、まあそういうふうに考えてもらって、このサブスクでいかにマネタイズするのか、まあ、どういったコンテンツを配信すればいいのかって、まあ自分なりにいろいろ考えてみながら、 まあニュースレーター的な感じにしてもいいと思うんですね。まあそういう配信内容とか、あと値付けをいくらにするか。値付けもいくつかのパターンがあるんで、選べるんでね。自分で好きな金額を選んでそこで配信するみたいな感じでやっていくといいかなと思います。